皆さん、こんにちは。板垣智信です。私のことをご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に自己紹介させてください。私はゲーム開発をですね、30年間やってます。正確には1992年からでしょうか。これまで本当にたくさんのゲームをね、ディレクションして、で、プロデュースしてやってきました。今回はね、全く新しい Apex っていう会社でプロデューサーを務めております。いろいろね、新しい技術にずっと触れてきましたけれども、そういったものをね、活かしながら、やっていきたいと、思ってますんで、よろしくお願いします。はい。とても元気にやってます。30年間って言ったけども、ゲーム業界っていうのはまだまだ若くて、で、これからどんどん成長していく、業界ですし、そういった中でね、取り残されることがね、間違ってもあっちゃいけないから、新しい技術とか、新しいゲームとか、そういうものには、興味を持ってね、勉強してやってきてますし、で、また私自身が、後輩にね、後輩とかこれからゲームを作っていく人とか、そういう人に教えられることっていうのはたくさんあるんで、それは大学でね、教えたりとか、あるいはネット経由でね、Facebook とかで私にゲーム作りとか教えてほしいっていう人もいっぱいいるから、そういった人たちに教えながらやってきてるし、これからもやっていこうと思ってます。まずね、一番、伝えたいことは、これは当たり前なんですけど、家庭用ゲーム機と PC ゲームっていうのは、もう今ほとんど変わりがない時代になっちゃったんですよね。だから、格闘ゲームって言ったらさ、一番ぴったりくるのはゲームセンターなんだけど、ゲームセンター自体もどんどんなくなっていってるでしょ？そういうことで言うと格闘ゲームっていうのは家庭用ゲーム機がずっとメインのね、舞台だったんだけど、今はもう PC ゲームとしてもね、遊ばれるようになってきてます。だからここに課金ではないですよね。だから当然今格闘ゲーム作ってリリースするとしたら家庭用ゲーム機と PC をこれ同時に出しますし、だからどっちもね、違いはない。で、それに対してモバイルっていうのは、これはプラットフォームとして全く違うんですね。何が違うって、まず画面がね、小さいし、それにジョイスティックとかコントローラーで遊ぶことできないから、1フレ、2フレを争うような、格闘ゲームっていうのは、ちょっと作りようがない。だから、1対1のね、格闘ゲームが、格闘ゲームをモバイルベースで遊ぶっていうのは、ちょっと考えにくいとこですね。僕はね、皆さんご存知だと思うんですけど、デッドアライブとかね、忍者ガイデンってアクションゲームをずっと作ってきたんだけど、格闘ゲームはさっき言ったようにモバイルには向かないけど、アクションゲームだったらね、いけると思うんですよね。だから1対1じゃなくて、1対多数とかね、あるいは多数対多数とか、そういうゲームだったら向いてるんじゃないですかね。はい、いつも言ってるんですけどね、基本的には、他人様のね、作ったゲームを見て、遊んで、で、その時に思ったこととか、そういう経験をね、ベースにゲームを作るのはやめた方がいいっていうことですね。これは本当に、ゲームのね、不毛な再生産にしかならないんで、それよりも、実世界でのね、あるいは実社会での、経験、体験っていうものをベースにして、作るべきです。
何ですかね、ゲームって言ってもテレビゲームだけじゃないよね。あの実社会、まあ人生そのもののゲームだけど、まあ僕なんかが、私がずっと大事にしてるそのゲーム作りの哲学っていうのは、これはやっぱり対人ゲーム、まあ例えば麻雀とか、あるいはバックギャモンとか、あるいはギャンブル、ギャンブルって言っても対人ギャンブルですね、うん、とか、まあそういったね、テレビゲームじゃない勝負事っていうものをずっと遊び尽くして、で、そこで得た、その方程式とか、勘どころとかね、そういうものを、ベースにゲーム作りの哲学っていうものがあるのかな、僕の場合ね。うん、だから、その時にポイントになるのは、なんていうかな、そういう、じゃあ、いろんなゲームやるにしても、まあ今言ったものってのは全部対人戦のゲームなんですね。人と人が争うゲーム。うん。だから僕はそういった経験っていうのはこれ、ゲーム作りにおいてはとても大事だと思うんですよ。うん。だからそれを活かすことはできましたね。だから、そういう意味で言って、まあ、これ、さっきも言ったけど、その、現実世界での体験っていうものをどんどん積んでもらいたい。そういうふうに僕は考えてます。うん。あのツイッターはね、APEX のプロデューサーとしての仕事のアカウントなんですね。僕は SNS はね、ツイッターはやってなくて、Facebook しかやってこなかったんだけど、Facebook の方はね、これまで通りプライベート用として、やっていこうと思ってます。で、ツイッターの方は、これは、まあ、ある意味、なんだろう、ビジネスオンリーのアカウントなんで、皆さんのね、意見を伺ったりとか、そういう場として使っていければと思います。で、いただいた意見とかは、仕事仲間とかね、パートナーとか、それみんなそれ見ますから、でそこで皆さんに対してのなんていうのかな、チームからのフィードバックとか、そういったものをね、伝える場として利用していきたいと思ってます。今作ってるのはね、ウォリアーっていうアクション RPG ですね。で、このゲームはね、今まで僕が作ってきたゲームみたいにね、アクションゲームっていうと僕が作ってるからすごい難しいゲームにね、なるんじゃないかって心配する方もたくさんいらっしゃると思います。っていうか、皆さん心配するでしょう。ただね、ウォリアーは、そういうゲームじゃないんですね。これは、NFT をベースにしたアクションゲームで、で、どんな方でもね、遊べるように、工夫して作ってます。戦略的な要素もね、たくさんありますし、アクション一辺倒じゃないし、なんていうかな、まあ、間口を広げてどなたでも楽しめるっていうことをベースに作ってますね。うん。僕はずっと伝統的なね、ゲームばかりたくさん作ってきましたけど、まあそれと同時に新しい技術とか、新しいトレンドっていうものには、それはそれで敏感にね、感じながらやってきたんですよね。それは今も変わらないです。で、まあ NFT の特徴としては、これ一般論になりますけど、これまでのゲームっていうのは、例えばオンラインベースのゲームにしても、そのデータとか、お客さんの投資した、資産とかね、うん、あるいは時間とかも含めて、そういったものは、ゲームメーカーとか、あるいはプラットフォーマーっていうものが、管理して、
やってきたわけですね。だからそのゲームのサービスが停止したりとか、あるいはサーバーが終わってしまうと、もうそれでパンになっちゃう。それに対して NFT っていうのはそういう中央集権型のゲームのプレイ体験ではないんで、ゲームのその単体単体に依存せずに、そのプレイヤーの投資、時間とかお金とかね、そういったものが、残って、で、いろいろなゲームからアクセスすることができるようになる。これっていうのは、なんだろう。まあ僕にとってはね、とても興味深いことなんで、今、そういったものに、チャレンジしてます。それは、とても大事なことですよ。それはね、お客さん、プレイヤー自身が、その所有権を持つことになります。で、それは、そのお客さんの権利っていうものは、これは、一つのゲームに閉じないで、横断的にね、いろんなゲームで、使えるようになります。だから、今流行りのね、メタバースとか、まあそういったものにも通じる概念ですね。うん、やっぱり最新技術っていうことですよね。ゲーム開発者っていうのは、どうでしょう。いろんな意味で、やっぱり常に新しいものに触れて、で、新しいものを、新しい技術を使ってね、お客さんに、楽しんでもらう。これはね、開発者の宿命なんですよね。で、私自身もね、ずっと、それこそファミコンからね、スーファミ、プレイステーション、で、そういったいろんな家庭用ゲーム機、で、あるいは PC 向けゲームとか、まあ、ずっと新しいテクノロジーっていうのを追っかけて、やってきましたけれども、今は、今僕が気になってるっていうところで言ったら NFT ゲームっていうこういった文脈ですよね。そうですね。まあだからそういった文脈でずっと新しいものを追いかけてきて、ああ、だから NFT ゲームだけじゃなくてね、メタバースとかもとても興味持ってますよ。去年からかな、新しいパートナーとそういった方向っていうのをちょっと目指して新しいゲームを作ってます。だからそういう意味で言うと、メタバースなんかも視野に入ってくる。だからこういった新しい技術っていうのは、まあ、僕らはこれを使ってね、新しい体験とかを作り上げていくんで、お客さんにもね、ぜひそういったものを味わって、で、チャレンジしてみてもらいたいと思います。まあお客さんがね、喜んでもらうっていうのは一番僕にとっては大事なことなんで、まあ、これ開発者の使命ですから。まあ流れとしてはですね、去年ぐらいからこういったことをずっと考えていて、で、ブロックチェーン技術を活かしてね、全く新しい体験とか、そういったものをお客さんに味わってもらえればいいなと考えてます。ウォーリアーはですね、ゲームファイに対応することで、プレイツアーを実現してます。で、また、ゲームの方ですけどね、僕たちが得意にするアクションゲームとして、ウォーリアーならではのものっていうものを、いろいろ盛り込んでますんで、で、特に、なんていうのかな、ゲームの内容としては、PVP、PVE、で、また、クラン戦とかね、そういったものをいろいろ盛り込んでますから、ね、アクションゲームでクラン戦っていうのも面白そうでしょ？だからそういったところっていうのは存分に楽しんでもらえると思います。ウォーリアーにおける DAO っていうのは、クランベースのゲームなんで、クランの自治、
に関するものとして機能しています。クランの実施っていうのはじゃあ具体的に何かっていうと、これはプレイヤーの人数とかアクティブ度とかそういったものを参照しながら、またプレイヤーのことは当然なんですけど、クランの領土とか、まあそういったものを管理していくというそういったシステムになりますね。クランは面白いんで、そういった話をしたんですけど、一人でもね、クランに入らなくても十分に遊ぶことができます。で、もうちょっとクランのね、話をさせてもらいたいんだけど、まあ、クランに入って何するかっていうと、まあ、クラン同士の戦いだったり、クラン同士の結びつきだったり、まあそういった遊びっていうかね、になってきますね。だからそれは領土の奪い合いであったり、いろんなリソースの取り合い、あるいはクランとクランの同盟とか、そういったものですね。このクラン同士っていうのは、これ取引をすることもできるんで、これがとても大事なポイントになってきますね。で、その取引については、これはお客さん、プレイヤー自身が自分の意思で、決定して、で、行うことができる。まあ、この辺がね、やっぱり NFT ゲームとして面白いところになってくるんじゃないですかね。だから、ウォリアーっていうのは、そのプレイヤー同士の世界なんですよね。これまでのゲームみたいに、ゲームパブリッシャーが世界を規定するんではなくて、プレイヤー同士で、取引したり、戦ったり、あるいは価値観を共有するとか、そういう中でプレイヤー同士でゲーム体験を作っていく、そういったゲームなんで、これ楽しみにしてください。ウォリアーに注目していただいてありがとうございます。ウォリアーの SNS はですね、先日立ち上げたツイッターの他にもディスコードですとかテレグラムといったところでもう稼働してます。ですんで、ぜひね、注目とか、興味を持ってくださった方は、そちらをフォローしていただけると大変ありがたいです。ウォリアーは、僕らのね、初めての NFT ゲームになりますから、これ僕もね、一生懸命やって、いいゲームにしますんで、ぜひご期待ください。